ハーンドルフはオーストラリア南オーストラリア州アデレードヒルズ市に位置する小さな町である。アデレードからは南東高速道路で行くことができる。ハーンドルフはポーランドのキーエから移住してきたルター派の人々によって1838年12月28日に創設された現存するオーストラリア最古のドイツ人街である。ハーンドルフのハーンはルター派の移民が ハーンドルフにやってくる時に乗っていたゼブラの船長、ディルク・メネルツ・ハーンの名にちなむ。ドルフとはドイツ語で村という意味なので、ハーンドルフとは、ハーンの村という意味である。ハーンドルフには、木骨作りの広報で建てられたドイツの伝統家屋が今もなお残っている。街には、シャレタキャンドル店や、土産店などがあり、オーストラリアにいながら、ドイツ風の街を楽しむことができる。 また、オーストラリア有数のワイン製造地、バロッサバレーからも近いことから、ハーンドルフとバロッサバレーを1日で巡るツアーがある。第1次世界大戦時、適正語であるドイツ語を排除するために、オーストラリアの多くのドイツ語系の地名は、英語系の名前に改名させられた。ハーンドルフも、その影響を受け、1917年にアンブルサイドと英語風に改名されたが、 1935年にハーンドルフの名前に戻された。ハーンドルフへはアデレードからアデレードメトロのバスで行くことができ、約48分かかる。ありがとうございます。